ロシアによるウクライナ侵攻で避難を余儀なくされたウクライナの人たちを支援するため奈良市は募金箱を設置しています募金箱を設置しているのは市役所総合窓口のほか市内の出張所行政センターなどの合わせて7カ所です奈良市ではウクライナで尊い人命が犠牲になっていることから少しでも支援できることがあればとこの募金活動を始めたということです この募金は5月17日までで日本赤十字社を通してウクライナでの人道危機対応や避難民を受け入れる国への救援活動のため役立てられるということですウクライナでは各地での戦闘により多大,大な犠牲と被害が発生しております皆様の温かいご支援をよろしくお願いいたします